ビッグバンの G ドラゴンみたいドラさ、結構、なんかいろいろディスられてて、なんかよ、へこたれてね、へこたれてねんな、それでもな。そう、まあまあ、でも頑張ってるんで、こいつ自体は。聞いてやってくださいよ。ぜひとも。I'm Sorry っていうアルバムなんですね。I'm Sorry。これ聞いたよ。そらしいです。なんか、はい、そうそう、去年ね、そうそう、4周年の時に出てもらった、そういえば。今度、アメスタ連れてきて、連れてきてもいいけど、いいよ、別に、連れてきて。そう、その4周年ライブ、去年のライブの時に打ち上げでベロベロになって、ブレイちゃんがね、ブレイドが、ほんま、俺さ、お酒って、楽しく飲む分にはすごいいいと思うわけよ。みんな仲良くなるしさ、こいつほど酒飲んでうざくなるやつおらんわ。ほんまに。ぜひ、一緒に飲みたくないもんね。本当に。すごいね。本当に。まあ、いいやつだけどな、ほんまに。いいやつはいいやつだけど。この間、オレンジあいつ遊びに来て、あいつキックボードで移動してんだけど、あいつ。オレンジにキックボード置きっぱなしにして帰っていった。で、ちょっと持ったりしたけど、俺もキックボード。いや、普通に酔っ払ってじゃなくて、普通にキックボードちょっと近い距離やから、キックボード、あいつオレンジにキックボード置いて帰ってた。と、服も置いて帰ってた。なんか変な趣味悪い香水匂いする、なんか服置いてんなと思ったら、まっちゃんの服で。あいつ服なんか置いてて、ずっとかけてあげてるけど、なんか変な、なんかファーみたいな、なんか毛バーみたいな、なんか置いてた。仲良くしてあげて、優しくしてあげてって。こっちは小学校なんて好きやからな、もうな、もう何でも言えんねん。もう、まあいい関係やね、でも何でも言えるって。まあぜひ聞いてみてください。I'm sorry。本当頑張ってるなって思うんですけどね。あいつも。ブリジットやってて、ブリジット抜けてソロでやって。ね。さて、歌の時間。歌おうか、そろそろ。歌おうか。何歌う？ダークナイトいいけどさ。いいよ、別に。さ、一つ言っていい？ダークナイト歌ってもいいけど、これは、超プライベートな空間やからさ、あんまり自分がステージの上で歌ってた曲を逆に歌ってもいいけど、俺カラオケで自分の曲って俺絶対歌わへんの、俺。もしどうしてもなんかそれだから、それこそこの間の塩川君じゃないけど、なんか歌ってほしいって言われたら歌うけど、
そう、あんま歌わへんね、自分の曲って。でも、ダークナイト歌おうか？どんなやつだっけ？ Dark, dark, dark night, through the night right now. Dark, dark, dark night, all night long. Let's dance. Dark, dark, dark night, through the night right now. Oh, dark, dark, dark night, all night long. Let's dance. 塗りつぶせ夜を黒く、そうすれば始まる。終わり。そういえばあれよ、ホストちゃんの太客接客の方で、まあそれ太客で接客させて、いただいた方も今日見てくださってると思うんですけども、ダークナイト歌いましてね、アカペラで。ね。はい。リクエストもらいますよ。リクエスト。喝采？喝采とか言うし、なんで喝采？めっちゃ綾野カレーマニアさん、ジン・アカレシってめっちゃローマ字書いてあって。え？喝采？エイクベレね。喝采？いつものように幕が開き、恋の歌を歌う私に届いた知らせは、黒い縁取りがありました。あれは三年前、止めるあなた、駅に残し、終わり。今宵涙聞く。今宵涙壊れてからで愛のセレレイ。一人泣き濡れた恋の歌。せめてもう一度だけこのときめきをセレブレイ。一人が今も、あ、忘れた。ラーラー You are always gonna need a love ガクト大切な人だからずっと変わらないで笑っていて大好きな人だからずっと君だけを抱きしめて。そうか、クリスマスかも。僕は走り、閉店巻きは、君の好きなタイプはダダダダ。いつかのメリークリスマスってサビどんなんだっけ？いつかのメリークリスマスこの間カラオケで歌ったそれ。あ、いつまでも手をつなぎでいられるような気がしていた。何もかもが煌めいて、がむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなることを、初めて怖いと思った。人を愛するということに、気がついたいつかのメリークリスマス。